王の真っ最やめろチャールストンさん。あれ引っ張られた取り立ての髪を気が弾まるんですよ、しょっちゅう悩みつけたり外したりしたらね、はい。先週開けポンキッキースーパーヒット大全集話題になりまして、これもかけたかったねのやつ。懐かしい、思い出した、思い出した。タイトルだから何だったっけと思う。聞いたら分かる、分かるね。そうなんです、おかけいたしました。はい、さあということで今日もですね、皆さんからのお便りいただきながら進めていこうということでですね、丸親子ラジオ、丸親子ラジオ丸9年が経過いたしまして、10年目突入ぞ。10年目ってどうする、どうする。だってさ、一応はさ、私たちの中で目指せ10周年って言ってたじゃない。そうそうそう、もう来てるよ、来てるよ。大きい改変はまだ1回乗り越える、乗り越えないと、気持ちよく10周年って迎えられないもんね。まあでも改変だけがピンチじゃないからね。そうだよ、変なこと一言言っては。多いね、これ来週からない、私たち多いよね、多いよ。まあそっか、そのまま聞けよ。一回止めて二人きり。その時はもう、あ、この人今、例えばじゃあ僕が変なこと言うとするよ、はい、もうそしたら来週から僕が聞き合えるじゃないですか。二人も同じことを言っても知らないもん。みんな一緒に一緒に言えるね。どうしよう。昔さ、私がアシスタントしてた番組で、はい、私がアシスタントで変わっていくじゃない、できないで、はいはいはい、新しい方が入って、はい、そのうちに何年かだってメインの方も抜けて、はい、番組の名前は残ってても、はい、最初のカラーの人たちが出なくなったって、ディレクターも新しくなったから、はい、うん、もうだから寂しくなるよね。名前は残ってないけど、それよりはもう、そっか、なんかあれだな、あるな、あの友達のお家、うん、なんかいろいろ事情があって行ったんだけど、うん、はい、しばらく見たら知らん子供が生まれたとかね。あ、なんかね、顔は一緒なんだけど、何か変わってるね。全然違う、そこはそこでまた楽しそうにやってるってね。はぁ、どうする、親子ラジオ。全然違う感じ。頑張ろう。ねえ、うん、変なこと言わんようにしよう。はい、ちょっと頑張れ変をしないように、頑張る。文字数を制限する。リスナーとか何かねって思いますね。休み終わりそうだよね。超考えながらそうしたらもうやる気がないのかって言うんで終わりそうだよ。そうだね、喋、ね、っても喋ってたからごまかせるじゃん。あ、そうだ、また変なこと言っても愛みたいな指摘はなしだよ。あのそうだ、大丈夫だよ、コンプでドンと一緒。あ、そうそうそう、もう匂わせない。はい、ということなんで、10年目突入しましたんで、あと1年は頑張らせてください。よろしくお願いします。さあ、この後8時からは子供リンリンリクエスト、新小、あ、そうか、でも新おかけ目か、まあ、小学6年生までの友達と電話つないでるんですが、まあ、下はね、喋れるぐらいの年からいけるんで、もう答えぐらいはできるようになりましたよっていう年のお子さんから小学6年生までの友達とゆんたくしたいなと思ってますんで、出てあげてもいいよ。うん、今日は出ようかな、どうしようかな。入学式は、あ、入学式は、うん、昨日は高校と中学校、中学校は入学式、小学校は入学かな、ですね。そんな新小1でもいいですよ、お待ちしております。電話番号098-869-8640 番まで受付のお電話をお待ちしております。電話がいっぱいかかってきたときにはそこから1人だけ選んでこちらからかけ直しますので、それ以外のお友達はごめんなさい、また来週以降お願いします。そして8時37分頃からはアッキーナの島自慢、家自慢。今日はですね、第25回記念家自慢一周マラソン大会が行われるんですよ。今ねラジオ聞きながら向かっている方も多いかもしれないですね、そうだね、そっか、はい、そのお話ですね。ナオピンとシカロノースリーボーネンさん、ナオピンと大好きなナオピンを、ね、久しぶりに話するかも、私もだ、理由でしてるよね、してる、そうだね、走りたい。素晴らしいですね。美味しそう。美味しそう。ですね。8時37分頃になります。9時からブックブック文庫、学校の絵本ですね。学校だってドキドキしてるっていう絵本で、ワシントンポスト紙とパブリッシャーズウィークリー紙、そしてカーカスレビュー紙が選ぶ2016年ベスト絵本に選ばれて、すごい。
外国の本なんですよ。アメリカの本で、はい、学校が主人公というのかな、はい、っていうお話を9時から紹介したいと思います。9時23分頃からのコンテストメイド、今日の神社の私の、はい、よー、結果 OK、 いや、刺させるよーって言われね、です。そして9時からは、シェフとトランスポーク、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 我々が注文しますよ。今日は我々がライブに行ったことある、もしくは行ってみたい、アーティストの曲を注文してね、できるだけたくさんかけられたらなと思っております。はい、はい、そしてもちろんフリーのメッセージもお待ちしておりますよ。すべてのコーナーの宛先は、はい、電話の方は098-869-864 で、ファックスの方は098-869-2262、メールの方は親子@rokinawa.co.jp まで送ってきてください。はい、お待ちしてます。おはがきでも大丈夫ですよ。郵便番号 900-8604 ラジオ沖縄親子ラジオの係まで送ってきてください。お待ちしています。さあ、ではこの時間は天気予報です。ではお天気をお伝えいたします。まず現在の気象状況です。南の風 4.5 メートル、気温は 22.1 度、湿度は 88%、 お天気は晴れています。代表です。沖縄本島地方や先島諸島は高気圧に覆われて晴れています。大東島地方は湿った空気の影響で曇っています。今日は沖縄地方は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日は沖縄本島地方や八重山地方、大東島地方は高気圧に覆われて概ね晴れますが、沖縄本島地方は気圧の谷の影響で次第に曇りの天気となり、夜に一時雨が降るでしょう。宮古島地方では湿った空気の影響で曇りの天気となる見込みです。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高いでしょう。続いて各地の空模様です。本島中南部北部久米島、今日は南の風のち南西の風、晴れ時々曇りでしょう。大東島地方、南の風のち南西の風、晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。宮古島地方、南の風晴れ、朝晩は曇りでしょう。石垣島地方、南の風晴れるでしょう。与那国島地方、南の風晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。降水確率です。本島中南部北部、午前中 30%、 午後は 20%、 久米島地方、午前午後ともに 30%、 大東島地方、午前午後ともに 20%、 宮古島地方、午前中 30%、 午後は 10%、 石垣島地方、午前中 10%、 午後は 0%、 与那国島地方、午前午後ともに 10% の予想です。日中の最高気温、那覇、名護、久米島25度、南大東26度、宮古島、与那国島27度、そして石垣島なんと28度の予想です。暑くなりますね、お気をつけください。以上、天気をお伝えしました。さあ、時刻は7時44分になろうとしておりますけども、うん、指が切れた。いつの間に今？今じゃないんですけどね。何か切れた。3本切れた。3本も。3本切れた。交互に。おーい。じゃあ、これできないね、得意の。あ、チンキン、こっちだよ。大丈夫？こっちがまだ、こっちがまだちょっとね、切れてるんですけどね。例えば、見つかったんですね。選手なかったんだった。もう、さーって帰ってきたからさ。そう。あ、車にあったんだった。あ、違う、青地か、青地。青地だったんだ。青地だったよ、びっくりしたよ。仕掛けじゃないよ、今や、携帯忘れると。ねえ、もう嫌な。お客さん、日替わりだよ。